今日は情報量の多い画像の写真をまとめてみました。情報量が多いというか、どっから突っ込んでいいかわからないような画像ですね。まず1枚目いってみましょう。こちらミシンを持ったタキシードの青年。まずこちらのタキシードの青年がなぜミシンを持っているか、ここも気になるんですけど、まあ、後ろを見ると、横転しているバスがありますね。で、そのバスの事件現場に来ている警察官、4人。ミシンを持ったタキシードの青年だけでも気になるところが、横転したバスと、現場にいる警察官、まあ、3つもあってどっから突っ込んでいいかっていうところですね。情報量多いですね。次行ってみましょう。横転した車の、横になぜかおじいちゃんが立ってる。で、おじいちゃんのズボンはもう胸まである。で、若い青年が車から、まあ、救助しようとしているのか、まあ、扉を開けて入ろうとしているところを見ると、これおばあちゃんかな、映ってる。これは霊なのか本物なのか分かんないけど、なぜかおばあちゃんが映ってる。で、まあ、よくよく見ると車の左に、まあ、足だけ見えてる。誰がいるのか分かんないけど、まあ、何か、まあ、しているようですと。で、右には赤い服を着た、なんかスーッと動いてるような女の人がいる。情報量多いですね。次行ってみましょう。これも情報量多いですね。まず見えるのが、まあ、犬がサメ、まあ、これ死んだサメ、まあ、犬が殺したのか、もともと死んだものがもう流れ着いたのか、まあ、死んだ死骸のサメと、まあ、それを見ている犬と。で、手前を見ると、まあ、蛇が絡まり合ってると。これ多分交尾してるんですかね。なんか2匹の、まあ、色が違う蛇が絡まり合ってて、まあ、遠目から、まあ、そういう犬がそれを見ていると。で、サメは殺されてると。情報量多いですね。次行ってみましょう。これも情報量多いですね。ウェディングドレスの女性が、まあ、タバコとお酒を飲んでると。結婚式から抜け出したのか。まあ、この格好でタバコ吸ってるのもすごいし、お酒見るとこれウォッカなのかな。なんか度数の高そうなお酒も飲んで。で、ウェディングドレスなのに足元はもうブーツ、黒いブーツ。全然合わないですね。で、右の柵には、まあ、軍手がなぜか、まあ、置いてあると。まあ、これも情報量多いですね。これは一見外国人の女性が、日本のタヌキの置物の乳首を触ってる。まあ、これだけでも面白いですけど、まあ、よくよく見るとすごい情報量が詰まってるんですけど、上の方の窓の張り紙が面白いですと。 JAL、JR、その他高く購入します。三越、京王 96%、 京王大丸、西武、東武 95%、まあ、これ何か分かんないけど、まあ、この張り紙から、金券ショップとか、まあ、質屋みたいな形の、まあ、店舗の目の前に、まあ、これも質なのか、まあ、タヌキの置物が置かれてたんじゃないかと思いますね。これも情報量多いです。次いってみます。これも情報量多いですよ。まあ、綺麗な女性がワニを丸焼きにしているという画像なんですけど、よくよく見るとワニはゴルフクラブが刺さってる。これどうやって刺したんだろうね。まあ、口の方から刺したのか、まあ、この肛門あたりの方から刺したのか、この刺し方がすごい。ワニを丸焼きにしている火を見てみるとゴルフクラブを燃やしてしまっているという、すごい絵ですね。で、無駄にセクシーな女性、上半身はもう半分胸が見えちゃうような服装で、下はもう紐、これ紐パンっていうのか、足もピーンとして、まあ、何がしたいんだっていう情報量の多い画像ですね、こちら。じゃあ次行ってみます。これも情報量多いですね。警察官に連行されようとしている男、まあ、これ少年なんですかね、まあ、大人なのか。警察官に連行されようとしているところを引いてみると、これ多分渋谷のハチ公、観光客なんでしょうか。まあ、子供を写真撮ってる。まあ、危ないからちょっとどいた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この瞬間に本当撮りたかったのか。子供たちも犯人を見ないでもうにっこりしてますね。まあ、日本人なのか外国人なのか、もしかしたら外国ではこういう光景が日常茶飯事なんですかね。日本だとまあなんか異常な感じしますけどね。隣で警察官が現行犯
で犯人を捕まえたら普通は逃げますけどね、ちょっと距離を置きますけどね。じゃあ次行ってみます。こちらも情報量ですけど結構緊迫感ある画像ですね。まあ、警察官が犯人に銃を向けて撃つぞ、緊迫感ある状態で、犯人は2丁も拳銃持ってて、まあ、手を挙げようとしている。服装を見るとパンツとシャツでコートを着ている。で足元を見ると、まあ、怪獣のような靴を履いて、どんなシチュエーションなのかちょっと気になりますね。まあ、もしかしたら怪獣の靴を履いてるってことは何かコスプレしてて、この銃も、まあ、偽物の銃で遊んでたら本物と間違えられた可能性もあるのかなと思うんですけど、まあ、この犯人の表情を見るとその可能性高そうですね。そこまで悪そうな顔はしてないと。情報量多いですね。次行ってみます。この画像も情報量多いですよ。まあ、魚、これ多分サンマですかね。魚を投げ捨てる外国人と、まあ、それを浴びせされる方もこれ日本人、なぜか口にはそのサンマを加えてる。こんな奇跡あるのか。もともとまあサンマを加えていたのか。これだけでもすごい画像なのに、後ろを見ると謎のアラブ人が勢いよくこちらに向かって来ようとしているのを2人の男性が止めていると。これどんなシチュエーションなんですかね。こうなった経緯や背景とても気になりますね。次行ってみましょう。まあ、これは手前の女子中学生が、まあ、天地まとうみたいなこのポーズをしている。後ろでは、まあ、犬逃げられて追いかけてる人で、さらに奥見ると、トラックが田んぼに落ちてると、まあ、3段階の絵ですね。これも情報量多いですね。次行ってみます。次はこちら、女子高生たちが、まあ、電車で地べたに座っちゃってるような画像なんですけど、都内ではなかなかないですけど、田舎ではこういうことよくあるんですかね。もうウィダインゼリーみたいなのでもうパーティー開いちゃってるような状態ですね。でその横にはこのギャルっぽい女性たちとはまあ正反対のような、もう正統派に真面目なような彼、よくよく見るともうライフルを持ってるという、どういう状態なんですかねこれ。日本ではこういうライフル持っていいのか、まあ、これがまあおもちゃでもなかなか見ない光景ですよねこちら。で左のお兄ちゃんは結構ロックですね。でロックバンドのボーカルみたいな風貌してますね。でよく見るとこの電車の床がなんかカーペットみたいのが敷いてあるという、まあ、なかなかこんな電車見たことないですけど、もう座るようにカーペットみたいのをもう敷いてくれてるのか、まあ、普通の床じゃなくて、まあ、何かもう敷き詰められてますねこちらね。以上です。情報量が多い画像でした。